実況は私古田と、解説は公益財団法人日本ゲートボール連合評議員の三遊亭円楽さんです。師匠よろしくお願いいたします。今日はね、決勝にふさわしい試合が見られると思ってます。はい、デイサービス桜ハウスに通う高校ラグビー部の同級生で結成された桜組に対するは、黒沢建設ゴルフ部を母体としたブラックファイブ。手元の資料によると、両チームは過去に一度対戦しているんですが、その時はブラックファイブの圧勝だったようですね。そうですね。だけど、まあ、桜組もここ数試合見てますとね、力つけてきてますから分かりませんよ。なるほど。では師匠、決勝戦とかけまして、謎かけ、決勝戦とかけて電気溶接と解く。その頃、おっと、整列の声がかかりました。さあ、いよいよ試合開始です。火花散るでしょう。全国のジジイとババアよ、諦めるのはまだ早い。友のピンチに76歳の年寄りがゲートボール大会で優勝を目指す。ゲートボール桜組、行くぞ。お前らの価値はもうないわ。どっちも頑張れ。人生には遅すぎることなんて一つもない。行け、それ行け、ゲートボール桜組。